白銀坂猿川の伊調山賀宿薩摩街道は、江戸時代に整備された脇王館の一つである。鹿児島街道とも呼称される。筑前国産家屋道支店として、薩摩国鹿児島に至る路線と呼称の他に、大口筋、高岡筋などに相当などが存在する。現代においては、江戸時代の薩摩街道に沿って走る、国道3号や一般県道特住。 横井鹿児島線などの通称としても用いられる。鹿児島県道206号は明園寺参りのルートとして、現在でも明園寺参りの時期になると、鶴丸城などより、鹿児島県日置市伊従院町、徳茂の徳茂神社に猛手に歩く人も多い。江戸より、薩摩国への主要街道となっており、現在でも主要道路としての機能が残っている。また、薩摩藩が、 参勤交代に使用するルートとして使われていたが、距離が長いため航路もあった。また、規模が大きいため、筋などとついた経営ルートがいくつもあるのも特徴である。また、状況の際に、NHK の大河ドラマ厚姫では航路を使用していたが、実際は泉筋ルートを通過していったとされるのが史実である。括弧内は、現在の地名。三家宿で長崎街道から分岐し、 熊本宿、佐敷塾、泉宿、伊集院宿などを通り鹿児島城に至るルートである。松崎宿、府中宿は、犬塚宿、世谷宿、原町宿、南関宿、山賀宿、味取、新町宿、熊本宿、川尻宿、宇都宿、小川宿、八代宿、日奈区宿、佐敷宿、陳町宿、泉宿、阿久根宿、向田宿、串木宿、市木宿、伊集院宿、鹿児島宿流、龍文字坂、鹿児島から北進し、 吉田を通過。白銀坂で、薩摩、大隅国境を越え、カジキで高岡筋と分岐する。カジキの龍文字坂と白銀坂は、国の史跡。その後は、溝辺、栗の経て、大口に至る。鹿児島から北進し、カジキで大口筋と分岐。カジキ高岡間は、現代の国道10号に相当する。高岡からは北進。本城を経由し、佐渡原に至る。 高岡里に猿川セクションが設置されていた。ありがとうございます。